ジャンボ鶴田。山さん、今夜の試合は当然まあ蔵前決戦につながると思うんですが、山さんはどういう視点から見ますか、この勝負。今日はね、やはりあの鶴田選手がね、絶対に勝たなきゃならないと私は思って、そこを中心に見ているんですよね。なるほど、そうですか。はい、でね、それだけのこの余裕のある試合運び、もうすごく安心する一方でちょっと不安がかげるんですね。はい、今の本当にフライングボディアタックなんかはヒヤッとしましたね。もう本当にヒヤッとしましたよ。さあ、いわゆる波のレスラーから5月13日を境にして一夜にして大スターになりましたこのリック・マーテル。世界のベルトを持ってからのレスリングどうでしょうか。しかも全日本プロレスのリング上は7年半ぶり、まあ、初来日と言ってもいいでしょう。そうですね、7年前に来た時には完全なグリーンボーイでしたからね。はい、まあ、しかもね、こうやってね比べてみますとね、やはりねそんなに大きくはないんですが、体格差というものがありますね。はい、これによって鶴田選手救われてますね。あ、そうですか。はい、フライングボディアタックなんかも、もしリック・マーテルがもう少し大型であれば、はい、あのまま決められる可能性がありましたね。あ、そうですね。はい、さあ、左半身への攻撃を見せます AWA 世界ヘビー級チャンピオンのリック・マーテル。ウエイト体重のご紹介を遅れましたけれども、リック・マーテル183センチ、110キロであります。ジャンボ鶴田ご存知のように197センチ、115キロ。ウエイト体重ともにジャンボ鶴田の方がもう大きく上回ります。ですからね、やっぱりマーテルとすればタイミングホールを狙ってるしかないんですね。タイミングホール、はい、はい、体を非常に密着させてますね。そうですね、腕攻めに来てますね。はい、ニードロップを落としました。非常にハンサムなリック・マーテル。今のね、この腕攻めっていうのは特に根拠があってのことではないと思うんですね。はい、ああいう形に持っていった、ここで自分が何とか主導権、自分のペースをつかみたいということでしょうね。なるほど。世界チャンピオンリック・マーテルの素顔、現在28歳、しかし28歳でありますが、16歳の頃からプロレスの世界に入りました。キャリアは11年。お兄さんのミッシェルはプエルトリコで試合中心臓麻痺で死亡しました。そして現在兄のピエ